ベースボールカードは厚紙に印刷された小さなカードで、一人もしくはそれ以上の野球選手が描かれている。トレーディングカードの一種。よくある形式では、カードの表に選手の写真があり、裏にその選手に関する情報が書かれている。ベースボールカードはどんなサイズもあり得るが、通常は2.5インチ、3.5インチのサイズに作られ、ほとんどは縦長にして見るようで在院される。 写真技術の発明により、野球選手は他の団体のメンバー同様、チームや個人で写真を撮るようになった。いくつかの写真は、現在のパスケース用写真に似た小さいカードで焼き付けされた。野球に人気が出て、1860年代の後半には、プロスポーツとなったが、その頃、ペックスナイダーというスポーツ専門店が、野球チームを題材にした。 トレーディングカードを作った。ただ、ペックスナイダーが主に売っていたのは野球用品の方でカードは広告用の宣伝材料に過ぎなかった。しかし、このカードが最初のベースボールカードであると考えられる。多くの場合、トレーディングカードは表面にそのイメージを、裏面には広告の情報を載せるものである。野球選手を用いたトレーディングカードは発売元の商売が 野球に関係するか否かを問わず、様々な商売で使われた。カラー印刷技術が向上したことが、さらにカードの価値を高めた。結果として、白黒やセピア、カラーのカードが存在した。これらは写真を元にしたものもあれば、そうでないものもあった。トレーディングカードの役割は、名刺と共通するところが多いのだが、ベースボールカードはトランプのデザインに流用された。 初期のいくつかのベースボールカードはゲーム用にも使うことができた。ゲームの中身は今までのトランプゲームや実際の野球を模したものであった。現在のベースボールカードは純粋に収集を目的としたものであるが、このベースボールカードをゲームに使うという発想はその後もしばしば登場することになる。タイカップのカード1886年より、 ベースボールカードはタバコに同梱されるようになった。これには反則グッズとしての意味もあり、放送を強化し、紙巻きタバコが折れるのを防ぐ目的もあった。趣味としてのベースボールカードが語られる際には、タバコカードのことはよく登場する。数年のうちに、たくさんのタバコ会社がベースボールカードを制作した。アメリカでは、市場の独占化のためにタバコ会社の吸収合併が、 相次ぎ、タバコカードは急速に姿を消した。再登場したのは1900年代のことであり、アメリカのタバコ会社が反トラスト化の動きとトルコタバコとの競争に見舞われたのが背景にある。最も有名で最も高価なベースボールカードであるホーナスワグナーのカードはこの時代に作られたものである。このカードは T206 というセットの中の一枚であるが、 ワグナーがカードの印刷除外を強制したため、このセットの他のカードに比べて非常に数が少ない。広く言われているのは、ワグナーがタバコの販売促進に使われるのを拒否したからだと言われているが、主要な理由は彼がスタープレイヤーであった頃の使用に関する保証をめぐってだとされる。タバコカードが再登場した頃、キャンディ会社がベースボールカードの制作を始めた。 この影響でカードの対象はより若い年齢層に変化した。有名なカシクラッカー、ジャックの一等景品はベースボールカードであった。しかしながら第一次世界大戦の経済的な影響でカード製造は縮小した。第一次世界大戦後、ベースボールカードは様々なキャンディ製造会社から徐々に再登場し始めた。1933年には ガウディという名のチューインガム会社がカードを制作し、その後ガムといえばベースボールカードがついてくるものの代名詞となった。これらのカードは風船ガムに同梱されたことからバブルガムカードと呼ばれた。ガウディはこれまでより多種のカードを製造し、収集の手助けになるようナンバリングした。ガウディは毎年野球シーズンに合わせてカードの新シリーズをリリースし、これは 第二次世界大戦でまたカード製造が縮小されるまで続いた。1930年代にはガウディの競争相手であったボーマンはこの時ベースボールカードを復活させた。しかしまた別の風船ガム会社であるトップスは野球選手とベースボールカードに収録される排他的契約を結んだ。数年間にわたる競争の後トップスはボーマンを吸収し 20年以上にわたる独占を保った。トップスによる独占は1981年、フリアとダンドゥスがベースボールカードを発売したことで終わった。その後数多くの業者が参入したが、1994年の選手ストライキによりピークを迎え、その後は合併が相次いだ。しかしこの間、競争は品質と偽造防止技術の向上をもたらした。 現在でも様々なブランドのカードが発売され、差別化されて様々なタイプの収集家の興味を引いている。日本では現在、ベースボールマガジン社が発売しているプロ野球カード、カルビーがプロ野球チップスのおまけとして付けている野球カードが人気を集め、多くを占めている。2000年にはアメリカの最大手メーカーアッパーデックが日本でプロ野球カードを発売したが、 日本の市場、権利関係になじめず、わずか2年で撤退の浮き目にあった。ありがとうございます。